サロンの寺田ひかるです。よろしくお願いします。ネックザサロンスタイリストの宮本一です。ネックザサロンコールの矢内勝利です。よろしくお願いします。ネックザサロンコール店長の張です。よろしくお願いします。ネックスザサロンコールの西川です。よろしくお願いします。ネックスザサロンコール所属の宮本です。お願いします。まずその今の現状、どんどんこう変わっていくべきだと思うんで、時代がもうどんどんすごいスピードで変わっていくんで、現状の教育っていうところでいくと、まずあの、まあ、通常のカリキュラムをこなして、そこからスタイリストになっていくっていうパターンと、あとはまあハリックみたいにあのもう最短ルートを通って、あの最短でデビューしてやっていくっていう、まあ、今のところだと2つのパターンがある。でそれはもうその意思だね、その本人の意思によって決められるところであるから、まず今うちだとそれを養成状態、ちゃんと時間かけてやるパターン、スピード最短でいくっていう、それぞれ、ね、いいところあると思うので、ここをどんどん今は強くしていきたいなっていうところですね。いろんな道が成功した人たちがもっとこういうのになるのかっていう、僕らじゃこう思いつかないようなアイデアが出てきて、それがまた反映されるっていうのが時代の最先端で続けて教育面でできるのが、まあ、X の今後めちゃくちゃ楽しみだと思います。やっぱ美容室良くも悪くもやっぱなんですかね、まあ、師弟関係というかそういう感じがある文化だとは思うんですけど、まあ、それをうまく残しつつ、なんか今っぽい時代性、働きやすさとかも加味した上で、ハルクみたいにさっき言ったように最短で行ってもいいし、自分の何ですかね、ペースを守りつつ、あの生活を守りつつ、あの売れる美容師になっていけるっていうのを、まあ、みんながそれぞれで選べれば、めちゃめちゃいいんじゃないのかなっていうのは、成長路線を常に持ってるっていうのは重要で、あとその成長は常にしていくっていう考えはありつつ、成長の仕方っていうところは、まあ、それぞれの予定があるようなものを作れたらいい。なんかカリキュラムを結構考え直したじゃないですか、これがいる、これがいらないって。最低限のこれっていうのは絞ったんですけど、その後に学びたいなってものが出た時に、講師をしてるようなスタイリストがいっぱいいるんで、これを学びたかったら、例えばショートだったら勝利先生のところ行こうとか、パーマとかストレートを学びたかったら宮本先生のところ行こうとか、なんかそのプラスアルファで本来ならセミナーに行かないと学べない技術がすごく近くで学べるっていうのがすごい強みだなと思って、なんかサロンの中で通用するとかは結構どこでもあると思うんですけど、サロンの外でも通用するレベルだからこそ、下がこうもっとボトムアップしてどんどんいい子が出てくるんじゃないかなっていうのがすごくいいな。本当に唯一無二の技術がみんながこうある意味特化型であるからこそそれができるっていう、こうある程度こなしている領域じゃ見えないところがめちゃくちゃこうやり込んでる人には見えてるわけで、それを教育として落とし込むっていうことができたら、例えばショート別に得意じゃない人でもここまで切れる、でかつハイライトめっちゃうまいとかしたら、もうここ折るしかないみたいな感じでした。ここ折ればいいんでしょみたいな。でなれば、まあ、逆に言うと僕じゃなくていいし誰が切ってもいい、そういう状況にまでできるのがなんか教育の最終目標かなって、うんうん、アシスタントがやっぱり今選べる状況っていうのがすごいいいですよね、うん、なんかもちろんその働き方も選べて、技術も例えば今あのスーちゃんとかだったらショートをやっていきたいっていうのに決まって、でその前まではまあいろいろこうミディアムもやりたいとかサラダを切ってくるとかっていろいろあったんですけど、でもそれもそれでいけるとは思うんですけど、やっぱりその中の特化のこう先生みたいなのがやっぱり先に行ってるのが近くにいるから、それを真似してできたりとか、でアシスタントもその中から自分の好きなもの長く続きできるものをやっていければいいんですけど、でもこれで行きたいってなった時にやっぱその目の前を知ってる人がすぐそばにいて、それを見てできるっていう環境が今すごいいいなっていう、まあ、そういうなんか自分がどれでやっていきたいのかとか、なんかこう自分の美容指導を発見するためのこう教育になるもの、視野を広げてあげたりとか、
今 NEX で寺田さんとか張さんとか勝利さんとか西川さんとかが最初多分僕の働き方のモデルを作ってくれて、で、まあ、僕が第一モデル初号機みたいなエヴァで乗ったわけじゃないですか。でもそうなった時に僕は思ったんですけど、なんかその0から1を作ってもらった側なんで、逆にそれを続けるっていうのはもちろん大事な、1から10にするのは今僕の役目だし、逆に言ったらその次入る子、そのまま次入る子がなんかやりたいことができるように僕は変えていきたいって僕は思うんですよ。いいところは伸ばす、変えれるところは変えるっていう風に、なんだろう、やっぱり難しいところもあるけど、でもそうやってなんだろうな、美容師の成功の仕方って多分みんな違うと思うんですよ。僕の夢になっちゃうんですけど、美容師だけじゃないんですよね、やりたいのが。今なんかいろんなそのお客さんとも話すんですけど、やっぱり今一本の人生ですなんか結構危険って言われてるらしくて、自分っていう存在のレールを いくつか持っておく。で、美容師としては港春樹はこういう形、逆にビジネスがこっちとか、いろんな道を作って、いろんな、それこそもいやらしい話ですけど、収入源いっぱい作るんですよ。そしたら、なんか余裕が生まれて、本当の意味で美容を楽しめると思うし、なんか本当の意味で心の底から、なんだろう、嫌な感情なく人と接してたりとか、なんだろう、そういう人間になりたいなと思うし、いろんな生き方をしたいから、これからやりたいことがたくさんあるんですよ。だからそういった意味では教育っていう部分では、すごい今の環境に感謝してるし、本当に、なんか、不満もないです。打ち出し方で言ったら、SNS で、インスタグラムを通じて、対お客様、対美容師に発信していくっていう感じだと思うんですけど、なんかその根底は、なんかこう、お客さんの悩みを解決してあげる、理想を叶えてあげるっていう、圧倒的にお客様目線が強いなと思います。私のデザインは俺のデザインはこうっていうよりかは、こうしてあげた方がこうなりやすいとか、お客さんのなんかこう、そうそうここっていうのがあのちゃんと発信の強みとして活かされて、それがお客さんが気づけるレベルまであの発信の仕方だったりとか作品のクオリティっていうのが上がってて、結構お客さんが伸びてるっていう感じです。めちゃくちゃ発信に関してはそんなにバズってる感じはない人が多いですけど、結構お客様はあの飛びついてきてもらってるっていうことです。すごすぎるって、もう西川ちゃんの動画とか見てすごすぎると思って、こう自分のできなさに絶望する夜とかあるんだけど、絶望するでやっぱこうみんなすごい工夫してやってて、あの実際それでお客様が来てくださってるっていうことにすごいなってただただ感心する。でその流れが高橋もうあの波及してて、翔力とか西川ちゃんとか京子とかこうやっていろいろアドバイスしてくれて、でお客様何人か入ったって昨日話してて、もうすごいなっていう、風土じゃないけど、なんかこういう上げ方すればこういう使い方すればこうなるよみたいなのが、まあ翔力がいて、まあ、西川ちゃんがいてとか、なんかそういうのすごく体感してて、こういうやり方がいいんだ、効果的な言い方ってこういうのなんだとかっていうのをすごい感じてて、やっぱそこみんなでシェアできるというのがあって、今インスタグラムが、まあ、仮に、まあ、定着してるけど、次新しいのを出た時に、誰か一人やった時にみんなでこれいいのってなれると思うんですよね。だから単純にその SNS っていうわけじゃなくて、そのいろんなその集客動線ってあると思うんですけど、そこにこうみんなが飛び込む勇気と柔軟性っていうのが上からこうできてるから、今ネックスが集客できてるのかな。シュリ君と帰りの電車が来る感じでめっちゃ話してて、そしたらなんかお客さん目線にもっと変えなかって言われて、で前のサロンでお客さんに見せるポップとかを作らせてもらう機会が良かったんですよね。こうやったらこうなりますよとか、あそれをインスタでやればいいんやって思って、でやり始めたのが今のなんですけど、なんかインスタ結構加工が多かったりとか、なんか実際行ったら全然違うみたいなのが多かったんで、私は絶対動画を上げます。動画を上げて、なんかあとは気になるである場所も撮ろうって思って、で自分の世界だけで作ってると分からなくなってくるから、一人君に聞いたりとか、お客様来てくれてるお客様にどういうのが見たいですかって聞いて、
べたから通知を取ったりとか、あとはお客様がこうリピートで来てくださるんで追っかけていって、1ヶ月前はこんな感じでした、次こうなりましたっていうのをやっていくと、なんか来てくださってるお客様からすると、あ、分かる、なれなれ、それやんなってなりますので、僕のとこには本当にマジで悩んでる人が来る、本当に。でもそれイコール、僕はマンツとかで言うから、月に新規が10名とか15名来るだけでもう、ヒーってなっちゃうんで、ね、まあ、それで集客としてはいいんですけど、なので、僕がインスタグラムというか、SNS で絶対的に守ってることは、もうとにかくガチしか載せないっていうの。もしバズりとか、やっぱ仕上げとか、もう映えを狙うんだったら、僕絶対にもう乾かした後に絶対にブローするし、なんだったらアイロン仕上げしてもうビッカビカの状態で上げて、これが僕の宿毛矯正ですとか言えば、まあ、絶対それでいいと思うんです。でもそれで集めたお客さんが僕のとこに来て、あっってなっちゃって、それで1回で終わっちゃうのはもう僕がもう逆に夜眠れなくなっちゃうんですね。今日絶対、あ、俺いい仕事したなって思って僕は見たいんですね、常に。だから来ていただいたお客さんの期待値を絶対に常に超え続けていきたいっていうのがあるんで、ほんまに手で乾かしたりとか、せめてパドルブラシで撫でるくらいとか、オイルスタイリングなしでっていうのをするから、結果的に SNS で呼べたお客さんが再来につながって、新規集客でもバーンっていうバズりはないけど売り上げは上がっていくっていう、こっちの成功体験というか、そういうのがあるんで、まあ SNS 発信もバズりがなくてもいけるんやみたいなっていうのも正直、はい、まずもう1店舗の、今年のオープンで、それは、まあ、そのいろんな2つのアシスタントの成長カリキュラムがあって、まあ、ハリックみたいにこうドンっていきなりね行くっていうパターンと、あとはこう自分のペースでやっていくパターンがあって、自分のペースでやった時にも、まあ、すぐお客様がついて上が上がるように、みんなではこう関わっていって個人をサポートしていきたいと思うんだけど、まずそういう個人力に依存しないで、お客様が来る状況っていうのをまず一つ作りたい。教育の部分が大きいんで、もちろんそのネックスの中での教育体制もそうですけど、もう少し広い範囲で考えた時に教育格差をなくすっていう部分をして、ネックスに関わったら上手くなったとか、売上上がったとか、なんか視野が広がったとか、そういうようなプラットフォームを作りたいなっていうふうに今活動してます。なんか今その独立願望っていうのは全くないんです。それはその独立することによって、やっぱりそのスタッフだったりお客さんはお金としか見えなくなっちゃう、美容が楽しめなくなっちゃう、時間も取られるってなったら次のことができない、なんかやりたいなと思って、いやでもこっちがあるからなってなっちゃうから、なんかその美容も楽しみつつ、でも他のこともできる時間っていうのは、多分僕の中では独立じゃないと思って、いわゆる世論 の, その美容師の一般的な考え方、まあ、3B って呼ばれてたりとか、なんつうんだろう、外国だったら美容師ってもっと高い、医者とかと同じレベルの国家試験ちゃんと取って、で、衛生管理とかもめちゃくちゃしっかりしてて、だからこういうコロナとかになっても、やっぱり美容室はやって大丈夫ですとかってなってるし、だからなんかそういうふうに美容師っていう立場を上げていきたいなっていうのは、本当に大きい目標として、なんかそういうのはすごいいいなっていうのが。ありますね。でそれをやっぱり NEX でどうしていくかって考えた時に、まあ、ちょこちょこ勝利と話に出てるんですけど、やっぱりその教育の格差を変えていくっていう、今だから地方とか、まあ、全国の美容師の、知識とか技術とかそういうのを底上げをできれば、やっぱり全国的にそういうふうに美容師の見られ方って絶対変わってくると思うんですよ。そこが変わっていくっていうのは本当時代以上のものをなんかもう変えるっていう感じがするんですけど、でもやっぱそこを理想としてまず掲げて動いていくっていうのがやっぱり大事なことですし、それをできるのがやっぱネックス内であるかなっていうのを感じますね。プロ野球選手とかそういう本当一流とかって言われるみんなが憧れる人って誇り持ってるじゃないですか。俺美容師やからってみんなが言えるような、なんかそういう職業まで行きたいなと思います。そうなれば、なんですね、副業とかも大事ですし、まあ、それは本当、根本の社会に必要なんですけど、でも、一番
大事にしてるのは美容師ですとか、美容師がメインですとか、なんかそういうふうにこう胸張って優勝にしたいです。中国で一番有名な美容師なので。へえ、一番人口一番、はい、一番、はい、フォロワー5億人とか5億人。あれ中国だとありますか？ありえない。有名っていうか日本で僕はあの一番この人のショートがうまいって誰も見ても思われないので、なりたいっていうのももちろんあるんですけど、それだけやっててもなんかちょっと面白くないなって思って、まだなんかそこ一番になりたいって思ってないジャンルってなんだろうなと思った僕はそっちだったんですが、これ一番になりたいって思うし、あんまりいねえなと思ったら、なんか逆にそのあんまりいねえなにやりたいタイプなんで、それやりたい。あの美容業界はなかなかイノベーションが起きないと、もう常にこうあと人とお金の問題とかっていうのが回ってるんで、うまくいかないと。でもうお給料が安いから独立する、独立しても大体1年で半数以上が潰れてしまう、10年でもう1割も残ってないみたいな現状が歴史的に繰り返されてて、それでもそれを脱するためにみんな俺ならできる俺ならできるって言って繰り返す。でもちろんうまくいくケースもあるけど、やっぱうまくいかないケースも、今回のコロナみたいにどうしようもない状況とかもあったりとか、まあ、そういう中でやっていかなきゃいけない。でそうなると結局そこにいた、もともといたお店から抜ける、もともといたお店も抜けちゃって大変だし、抜けた人ももう歴史的にもう半分以上は潰れるっていうふうに証明されてて、両方とも良くない状況が生まれる。でそれはどうにかできるんじゃないかっていうところからまずネックスが始まってる。あの設備やったりいろんなものが肉付け出されてるんだけど、まず考え方としてはそこの問題提起からさらにもっと美容師さんにとっていい環境って用意できるんじゃないかっていうところから始まってる。でそれがひいてはお客様のためになって、もう全てがうまくなって。で美容業界だとまず、時間の問題とお金の問題と、最近だと一人営業の問題っていうのがやっぱ出てきてると思うんで、でその問題を解決しようと、まあ、どっかを頑張ればどっかが失われてっていうような感じでどんどん回っちゃってると思う。で今やっぱ NEX 一ついいなって思うのはその問題が全部解消されてる。もちろん側面的に一個切り取ったらこの方がっていう可能性はあるけど、バランスで考えるより圧倒的にいいと思う。まず時間の部分、お金の部分、一人営業の部分がまず解消されているから、これ以上の状況を作ろうっていうのは、まあ、どんどん変化させて、よくはさせていくけど、なかなかこう大変な作業であるとは思うね。だけど、だからこそ今ここに所属している人たちは、代表とも話するけど、今の状況を最大限に使って、さらにこう自分のやりたいこととかをもっとこう、なんかなんとなくやりたいなんじゃなくて、ガチでこれやりたいんですと。で会社的にもこれやったら絶対面白いと思いますとかっていうようなことをどんどんその受け止める会社の器があるから、そこはどんどんみんなで伸ばしていきたいと思う。計算であのいいこととかムーブメントを起こせていけたら、相当なメンバーがいて、なんかそういう大きい船にみんな乗ってるわけじゃないですか。リアルマドリードみたいな銀河系分野、これからも期待してください。